今朝マイナス12度になって、その腰の方の昨日は 1.5 センチの方が4センチに厚くなっておりました。条件としては非常にいいかなと思いますし、今朝マイナス12度ですので、2日連続で12度になって、これから発生条件としては非常にいいかなと思います。このまま寒気続いていただいて、氷が安定して、だんだん熱くなってきて、それでまたマイナス10度になります。でもマイナス10度の日が来れば、大事というんじゃないかなと思います。天気予報だと明日ちょっと暖かくなるような。あ、そうです。当然だと思いますのでね。極端に5度以上、プラス6度以上になってくると、もう10センチぐらいですよ。上3度です。10センチ。ありがとうございました。お疲れ様でした。